だからここはこうやって解くんだよ。プリー、むー、算数は苦手なの？私も算数は苦手です。二人とも算数ができないとお買い物できないんだからね。電卓を使えばいいのです。それにスマホを使えばいいなの？それでも覚えないとダメ。ほら、筆算の続きやるよ。う、学校に行かなくて済むと思ったのにです。勉強は嫌いなの？私たちは4月の一件で幻想郷に住むことになった。しかも一軒家に6人全員。家主は私たちを引き取ってくれた引き岡さん、そしてその恋人の柊さん含め、今は8人でこの家に住んでいます。小学生のペンプとプリは私が勉強を見て、中学生のペンプはサーバが面倒を見て、オオカちゃんはテラールが面倒を見てるの。ペンプはもともと頭がいい学校に入ってたから要領よく覚えてるけど、オオカちゃんはかなり勉強苦手だったらしいからかなり苦戦してるみたい。サーバって勉強教えるの上手いよね。さすが偉大生。ペンプちゃんが覚えいいからだよ。私もすごく教えやすいわ。ねえ、なんでわかるの？私全然わからないんだけど。オオカちゃん想像以上に頭悪いんだね。テラールって確か新生女学院の生徒さんだったんでしょ？そりゃ無理だよ。いや、私だって色々見てきたけど、オオカちゃんはなかなかだよ。ねえ、先生私の心を得し折るのはやめてくれませんかね。生徒、先生の自信を奪うのはやめてくれませんかね。あっちはあっちですごく仲がいいわね。テラールとパラとオオカちゃんは同じ年だからね。同級生の友達感覚なんだろうね。私はヒイラギくんと同じ年だったから同年代がいて助かったところはあるかな。確か19だったよね。思ったより若くてびっくりだ。でもまだ未成年の若者同士が同居って大丈夫なの？まあ、私たちもそこに住んでるわけだけど。大丈夫、ここは幻想郷だから基本的に外の方は関係ないんだ。でも逆に方で守られてないってことだから不便なところもあるけどね。それは私も数ヶ月生活して大体理解したわ。でも私、こっちでの生活の方が好きかも。気が楽というか、自分らしくいられるというか。そうだね、こっちは肩書きとか学歴とか関係ない。自分自身の実力だけで生きていかないといけないから。自分の夢に向かって全力で挑める最高の場所だと思うよ。でもせめて中学の義務教育の範囲の勉強は理解してね。テラール嫌い。はいはい、それじゃあこの勉強の後のデザートはなしね。冗談、テラール大好き。本当いつも面倒見てくれてありがとう。ふふ、本当仲がいいわね。たく、のんきなもんだぜ。あさってには幻想郷を出ないといけないっていうのに。相手は世界屈指の猛者たちだ。並大抵の力では簡単にあしらわれてしまうのがオチだろうな。トトたちだってその大会で勝つために大会レベルまで実力を上げているはずだ。俺もできることはギリギリまで極めておかないとな。よし、少し乱れたオーラを整えよう。それから次は複数のオーラ玉を扱う特訓だ。その精度を上げるのが技術向上の基本。基礎がなくして積み重ねることはできないからな。当時、見つけたぞ。組織の裏切り者め。裏切ったら最後、死しかないことを教えてやろう。俺が裏切り者ならお前は反逆者だな。というか声でわかるんだよ。今さら騙されるかよ、バーカ。だよ、少しは慌てろよ。ビビってるところを見て茶化してやろうって考えてたのによ。なら生体から変えたらどうだ。魂だけなんだからできるんじゃないか。おお、それは面白そうだ。今度カムイにできるかどうか聞いてみようか。そういえば霊の件はどうだった？ああ、問題なしだ。功績もあって特別に許可をもらえたぜ。予定通り今日だ。そうか、東京に行く前でよかった。それじゃあ号機を迎えに行ってお疲れ様会するか。カムイやオオカちゃんはいいのかよ。ああ、それはまた今度だ。今回は冥界異変解決のお疲れ様会だからな。俺たち3人で十分だ。そっか、なら町の方に行って食い物用意しようぜ。それからあのバカ鬼を迎えに行くぞ。そうだな、今日は無礼講だ。楽しむぞ。久しぶりだな、ここに来るのも。考えたらここが俺の分岐点だったのかもな。おい、ゴーキ、そんなところで立ってないでさっさと来いよ。うるせえな、やっと地獄から帰ってきたっていうのによ。とりあえずさっさとこっちに来いよ。お前も準備しろ。おお、すげえな。というかここでやるのか。俺たちの戦いはここから始まったからな。だからここで終わらせようと思ってな。そうだな、あの時はここから冥界に行って死闘を繰り広げたんだったな。懐かしいな、もう1年前か。長かった、やっとここで冥界異変が終わるんだ。さて、酒を用意したんだ。お前も飲めよ。お前らまだ19だろ。俺は21だからいいけどよ。バカめ、霊体の俺に年齢なんか関係ねえ。幻想郷に未成年飲酒の方はねえからセーフだよ。け、今さらいい子ぶっても仕方ねえか。飲むぞ、食うぞ、鬼の食欲なめんなよ。おお。いや、マジで豪気弱くてよ。何回言っても現実系の対策をしねえから何度となったか。得意分野伝えても弱点聞かれて死んだら意味ねえだろってことだよ。
しろい。男は黙って近接物理だろうが。知ってるからな。お前冷戦に負けてマジで一人部屋でへこんでたんだってな。そうだそうだ。そこから少し精神系も学ぼうかなみたいなこと言い出したんだよな。結局その後はバカ声青いのにぶっ潰されたんだけどな。お前オオカちゃんと結婚したらあの青いのが姉貴になるんだろ。死ぬぜ。というかあのピンク、オオカちゃんか。実際どうなのよ。オオカはいいぞ。可愛いし、優しいし、気バックし。はぁ、やめろやめろ。のろけなんか聞きたくねえんだよ。お前だってカムイさんとはどうなんだよ。あの堅物と付き合ってんのか。別に付き合ってなんかないし。でも俺が6名王になってからずっとアシストしてくれるし、気がつくし、謙虚で、周りにも平等に接しててよ。つまり、コーレーターってことだろがい。バカ、俺まだ手とか繋いでないし、そんなんじゃねえし。一かげ、お前の恋愛観は中学生止まりかよ。同期、お前はどうなんだよ。地獄で可愛い鬼とかいねえのか。俺は女より年のぶっちゃんをめでてた方がいいんだよ。一緒に布団で寝て、起きて、任務をこなして、一緒に風呂入って、一緒に飯食って、一緒にまた寝るんだ。たまんねえだろ。気持ち悪いな。ぶっ飛ばすぞお前ら。け、やってらんねえぜ。どんどん飲むぞー。こいつすぐ寝たな。ベースを考えないあたり、昔から変わらず単純バカなんだな。まあ、楽しんでもらえて何よりだった。あれだけ嫌だった人気連時代が今はこうやって笑って思い出話になるんだから不思議なもんだよな。ああ、だがそれはそんな闇から抜け出そうと協力したからこそこうやってできたんだ。本当は道影や豪気が生きているのがベストだったんだけどな。まあいいじゃねえか。こうやって立場や種族は変われど、3人集まって飲んでるんだ。そうだな、こうやって飲むことができてよかった。そういや東京の大会に向けて明日から出発するんだろ。ああ、地球防衛軍の隊長や副隊長がこぞって参加する大会だ。並大抵な力では勝てんだろうな。そうか、そりゃあかなりハードだな。勝機はあるのか。さあな、だが格上と戦える絶好のチャンスだ。無駄にしたくねえ。そうかい、なら幻想郷から抜け出せない俺たちの分まで頑張ってこいよ。ああ、俺なりに全力で挑んでくるさ。外だって大会に出る。大会で当たったら1年前の大会のリベンジしてやるつもりだ。そうだったな、あの白髪に負けたんだっけな。そりゃいい、金目だって強くなったんだ。あの黒いのでやっつけちまえよ。そうだな、使える力は全部使う。出し惜しみはなしだ。魔法、使いこなせるのか。ああ、七曜の魔女たちが来たおかげで魔法のバリエーションも増えた。そういやお前の住んでるところでかくまってるんだったな。ああ、俺も経験だとパチュリーの七曜の訓練に行ってたから多少は得るものもあったさ。真面目だねー。まあ、目的は今も昔も変わらないからな。あいつか。ああ、過去の成績を見たら今年で第5回なんだが、第1回と第2回はあいつが準優勝だった。準優勝、優勝じゃないのか。知らねえよ。だが表の顔で大会に出てたらそんなもんなんだろうぜ。表の顔、つまり手加減して準優勝。そりゃあ納得だ。だが優勝者は強いな。誰だ。聞いたことはあるだろう。福読み発行だ。第1回から第4回全優勝の完全覇者、そして闇界隈では採用注意人物の頂点。ああ、出会ったら最後、自殺するか、抵抗虚しく殺されるかの2択を迫られるって有名だな。毒虫のメンバーも発砲に殺されてたらしいしな。毒虫か、確かに強いが発砲が相手だと分が悪いな。なるほど、そりゃあ金目にとってはかなり重要な話だな。ああ、俺たちの人生を狂わせた張本人だ。絶対に情報を得てやる。よし、立て金目、今日1日時間あるだろ。ああ、まだ昼だがどうしたんだ。俺がお前を試してやるよ。世界屈指の猛者を相手にしようとしてんだ。俺くらいは軽くひねってくれないとな。いいな、なら言葉に甘えて手合わせ願おうか。私も入るよ。私もご協力しましょう。もう、二人ともこんなにお酒を飲んでー。今回は引きましたけど、次回は私たちも誘ってくださいよ。ああ、なんならパラたちも誘って全員でやろう。それでお前はなんでこっちにいるんだ。オオカちゃんに頼まれて訓練の相手をしていました。カナメ君みたいに出発前日に飲んだくれたりしません。今日ギリギリまで準備に困ったらいいんだよ。前から言ってたじゃないか、オオカ。嘘、ちゃんとカナメ君の分も準備したよ。今日は楽しめた。ああ、最高の日だったぜ。まあ、苦労させられた鬼もそこで寝てんだけどな。ここまで無防備でいられる空間が居心地いいんでしょう。寝かしてあげましょう。それでそちらも最後の調整をするというのなら私たちも手伝うけど。そうだな、お前も一度カムイと戦ってみるといい。強いぞ。そうなのか、なら手合わせ願おうか。なら私は道影くんと手合わせ願おうかな。カナメくん相手だと手の内分かられてるから聞くかどうか分からないし。いいぜ、なんなら俺とカムイは霊体だ。遠慮はいらねえぜ。
よし、なら最後の調整をしよう。トト、俺たちも強くなった。お前はどこまで強くなったんだろうな。せっかちゃんたちと別れて私の周りの環境も大きく変わった。成長した私をせっかちゃんに見せてあげるんだから、東京で会うのが楽しみだな。アシュラ円悟空、ああこの抱き心地と切れ味マジ最高。ああ絶対離さないぜ、お前にマジフォーリンラブ。ね、ねえ、あれ、何？見ないでやってくれ、お取り込み中なんだよ。そうだな、俺たちは訓練しよう、そして豪気のことは忘れよう。いや、別に忘れなくても。この赤い魅惑の闘神、ああたまんねえ。これは今晩のお手入れタイムが楽しみだぜ。うん、忘れましょう、それがお互いのためですね。ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。